皆様、こんばんは。今日は2020年10月30日金曜日です。今日のテーマは中国の食料の問題です。中国で食べ物、食料の値段が上がりました。食料の話題になると面白くないと思われるのでしょうが、でもとても大事です。影響も大きいです。中国の人口が多いですから、食料の値段が上がると世界の食料に 影響しますなぜなら食料の値段が上がるとたくさんのものの値段が上がります。皆様は日本にいます。アメリカ、シンガポールなどで生活をしていますがみんな影響されます。世界の食料の問題です。なぜなら中国の人口が多いからですね。まず中国の食料の収穫の時期から話をします。 中国では収穫の時期というのは年に2回あります。夏と秋です。夏の収穫は少ないんです。1年間の収穫量の4分の1です。20%です。秋の収穫は多いです。1年間収穫の量の4分の3です。約80%です。つまり夏の収穫は大事です。でも 秋の収穫は一番大事です。秋の収穫が悪いと一年間の食料が大変になってきます。これが中国の基本的な食料の収穫の事情です。次、中国には3カ所の食料を生産しています。農業地が多い3カ所です。一つは、武漢の湖北省、湖南省、広西です。 二、河南省、三東省、河北省です。三、東北です。つまり、満州です。東北のお米は美味しいです。食料の収穫は全国で一位です。しかし、東北では秋の時期だけの収穫になります。夏の収穫はないんです。なぜなら、東北の冬というのは、 とても寒いです。マイナス20度から30度です。これが中国の食料の収穫の事情です。この3箇所がとても大事です。もしこの3箇所の食料の収穫が問題起きると大変です。問題とは自然災害です。例えば風、台風、洪水、干ばつなどですね。 今年は夏の収穫はもちろんですが終わりました。もう11月になりますが明日からですね。結果が出ています。今秋の収穫をやっています。農民の収穫は終わりました。政府の企業、国営企業は農村部に行って農民から食料を買い取ります。大体ですが農民が収穫して 政府が買い取り倉庫に保管するあるいは全国に配送するこの行動っていうのは11月下旬から12月初めまでやっていきます政府の企業は農民のところから食料を買い取りますしかし農民は売りたくないんですねどうしてでしょうか食料の値段に関係あります もし農民たちが積極的に食料を売るなら値段が安いです。もし農民たちはあまり売りたくないんです。売る意識が強くないと値段が上がります。今の状態は農民は売りたくないんですね。値段が急上昇です。ニュースです。中国の国家統計局8月に公開されました。今年の秋の お米の収穫は2729万トンです。去年より3.9%増加ですと。麦の収穫は1.3億トンです。去年より0.6%の増加ですと。夏、お米を除いてすべての食料の収穫、つまりトウモロコシ、モロコシ、大麦、 大豆などを入れると1.428万トンです。この数字はどうでしょうか絶対に嘘です。夏の食料の収穫は1年間の収穫量の20%しか占めていないですが、でも夏の食料の値段も上がりました。今の値段を見て夏の収穫はきっとダメでした。なぜなら2つの原因があります。一つ、 洪水。今年の洪水は忘れていないでしょうが、夏の時、三峡ダムが崩壊だと心配される方はいましたね。今年の洪水は100年ぶりだと言われています。町工の周り、あるいは農業地は全てなくなりましたね。以前の動画で言いましたが、小麦とお米の畑は一番被害を受けていました。 統計局のデータは収穫の量が去年より増えたというのは嘘です。とてもありえないんですね。当然ですが、中国の GDP の数字、観光地に訪問した観光客の数字というのは、数字というのは人数を数えたわけではないんですね。計算で出した数字です。 この収穫の量も同じなんですね。実際的に収穫した食料の重さを測って合計した数字ではないんです。すべて計算で出した結果です。一応は調査での統計だと言いますが、重さを測っても嘘をつくくらいですから、適当に計算して作った数字ですから、とても信用できないんですね。 夏に収穫した食料は春になってですね少し天気が良、えー、くなって発臭したものですね春に種をまいて夏に収穫するっていう意味ですねしかし今年はまた影響があります発臭の時期、天気などですね今年の秋の収穫した食料は例年より遅れていますなぜなら天気の問題です 秋の収穫は主に東北ですが、しかし今年はね、8月から9月初めまでですね、東北では3回の台風を体験しました。えー、経験しました。1回だけではなく3回大きな強い台風でした。夏にもかかわらず、氷、氷のようですね、落ちてきました。えー、でかい氷でした。車のガラスを割るほどの大きさです。 これでも、えー、100年ぶりだと言われています。この3回の台風を経験して、東北では8月から9月にかけて農作物は最も大事な時期です。この1ヶ月で農作物は最も成長する時期です。しかしたくさんの農作物は倒れました。風で倒れると、この農作物は以前のように 元気でではなくなくります。す。収穫の影響です農作物は立ったままですと農業の機械を使って収穫はできました。しかしこの農作物は倒れました。倒れたままですと機械は使えません。どうしましょうか人間でやります。1人、 2人では足りません。人を雇います。人間がやると、1つ、スピードが遅いです。2、コストが高いです。つまり、東北の食料の収穫は大変影響されています。現在、 東北のトウモロコシが崩壊的な状態です。たくさんのトウモロコシが倒れて量が減ります。そして収穫するには人間を使います。コストが高いです。でも取れる量が少ないんです。具体的にどんだけの被害はわかりません。 11月から12月、収穫が終わって市場に流れてくるときにですね、値段を見てわかると思います。農業の関係者の話では300万トンから1000万トンの減少だと予測されています。アメリカの農業の統計っていうのは毎年10月からですね、 つまり今月からでしたが、アメリカの予測では中国は今年2700万トンのトウモロコシが輸入する必要があると言いました。この数字というのは世界、えー、史上初の数字です。中国では今古い食料2年3年前に国が保存した食料を出しました。 この食料のことを戦備料と言います。つまり戦争に備えて準備した食料です。この古い食料は安く売ることが可能です。この食料を倉庫から出して、この食料を一部市場に出します。小麦にします。一部は餌の材料になります。中国の政府は発表しました。 東北の台風でトウモロコシが被害を受けました。倒れました。2020年から2021年、トウモロコシの収穫は去年よりマイナス180万トンですと。我々はアメリカから700万トンのトウモロコシを輸入すると言いました。この、これでですね、アメリカが の農産がが予予測測と中共の予測が違います。アメリカは2700万トンのトウモロコシが輸入するでしょうと、中国は700万トンですと、2000万トンの差があります。実は値段を見ればわかります。値段は物の価値ですね。 中国のメディアでは、毎年食料の収穫は去年より増加だと言います。しかし、本当でしょうか今年だ,だけですね。といえば、中国の食料の収穫に影響する原因は3つあります。1つ、コロナウイルスですね。病気の影響を受けて、発症の時期が遅れました。 今年は3月から経済再起動、外出可能となりました。3月まで外出は禁止でした。以前の動画を見,られ見て来られた方はご存知ですね。この3月から外出は可能となって農業はできるようになりました。しかし、種を準備するのはもう遅いです。種の前に農薬、肥料も必要ですね。 外出は可能となって、でも農村部の国が経営している種の会社、肥料、農薬の会社は国営企業の公務員です。だらだらしていて急がないんですね。3月から外出可能となってもすぐには農業はできません。つまり病気の影響で春の発種は遅れました。2、洪水です。今年 6月から8月まで。中国、全国の洪水は大変でした。四川省から南京までですね。山東省も大雨でやられました。以前の動画でデータを整理して放送しましたので、興味ある方見てください。3. 東北で100年ぶり大きな台風を経験しました。以前、台風っていうのは、 台湾と日本に行きますと中国には来ないという意識でしたそして台風を経験したことがない人間はいっぱいいますしかし今年の台風は普通の台風ではないんですとても強い台風でした一部のビニールハウスは飛んでいきました農村部の屋根も飛んでいきましたこの状況では今年の収穫は 去年より増加っていうのは嘘ですね。誰も信じないんです。では、食料の値段を見てみましょう。値段を見て、供給と需要の関係がわかります。11月21日日付ですが、全国お米の値段平均ですが、2763元。 トン、イトンですね。例年10月より9%の上昇です。これは統計局の数字です。平均だと言いますが、実はこれも嘘です。私は実感としては10%から15%ですね。 先月の動画で言ったと思いますが、私の友達でもありますが、そしてあの親戚のいとことかですねあの、たくさんのお米を買いました。えー、シンクパックのお米ですが、5kg のシンクパックですね、えー、もう2 0 0キロ買い占めた、えー、親戚もいますので、びっくりしました。あのベッドの下に 置くようにしてありますと。真空ク,クですから、長期保管は可能だと言いました。買い占めていましたね。部下の湖北省、安記省、河南省にある国営企業、玄米を買い取って、精米にして梱包して、全国の代理店に発送する企業ですが、この3つの国営企業が発表しました。 玄米を買い取る値段を上げました。同じく10月21日に発表されました。発表された内容は、今年自然災害と病気の関係で全国で玄米を買い占める時期に、えー、買い占める時期にですね、連続的に2ヶ月 雨が降っていました。全体的に見ると今年の玄米の収穫は例年よりマイナス30%です。これでタコさんの農民は 玄米を売りたくないんです。これで玄米が貴重となってきました。全国各地で玄米を買い占める動きも見られます。各地でお米を奪う行動、買い取って奪う行動を起きています。今、現金があっても玄米を買えない現象が起きています。我々は未来の 2ヶ月を予測して、これから玄米を買い占める値段を200元から500元を上げると言いました。つまり、農民から玄米を買う値段は10%から40%を上げるという意味です。10月19日から実行しますと。 そして、精米して各地に販売すると、毎日値段が変動にすると言いました。つまり、値段が高すぎて、毎日に値段を発表します。固定の値段ではダメですと。しかし、あのー、約束してくれました。農民から買い取った値段、こそ、 考慮して、精米にして、利益のない状態で売りますと、市場に提供すると言いました。しかし、言うのはかっこよく言えますよね。コスト。国営企業のコストを入れると、多分安くないんです。つまり、国営企業は農民から玄米を買って、精米して、損はしたくないんです。でも、 儲かることもしないんです。値段が毎日変わりますからっていう意味です。トウモロコシが去年より10%の上昇です。ダイスの値段は去年より20%の上昇です。現在農民は売りたくないんです。売りたくないから食料の値段が上がりました。 中国の国内の食料の値段が急速に上がりました。国際的な値段もきっと上がります。FAO 国際連合、食料農業機関が発表しました。9月の食料の値段は先月8月より2.1%の上昇ですと。今年の2月から、これは連続的に4ヶ月間の上昇ですと。今年の2月から毎月上昇してきています。特に穀物の値段は8月より13.6%上昇しましたと。 穀物の中に小麦の値段が一番上がっていると言いました。専門家が分析しました。地球の南側の収穫の量が減りました。ヨーロッパでは間ばになってきました。それに気候の関係で冬の小麦の発臭が例年より影響されていると。 国際的に小麦の貿易が活発です。値段が上がってきています。これが国際的な状況です。 中国はたくさんの食料を国債で買い出しました。今年1月から7月まで穀物の輸入は1554万トンです。去年の同期より45%増加です。1月から8月まで290万トンのコシを輸入しました。去年の5倍です。このコシは主にお酒を作ります。 とと餌に使うことです国際食料機構が発表しました。今年7月から9月まで連続3ヶ月、もろこしの値段が上がっています。中国はアメリカからたくさんの穀物を買うことにしました。去年の12倍です。ロシア、ウクライナからもたくさん買いました。中国はラオスから 1>, 1万3000トンのトウモロコシを購入しました。アメリカが発表しました。今年は中国ですね。230億ドルの農産物を買ってくれましたと。これでアメリカと中国の貿易協定の71%を達成しましたと。これは農産物の項目ですと。 アメリカと中国の貿易協定では1,080億ドルを買わないといけません。9月30日まで588億ドルを買ってくれましたと。つまりまだ約半分50%が残っていますと。貿易協定では食料の項目の実行は一番やってくれていると評価しました。 10月8日、国連が発表されました。2021年10月まで世界の食料は大丈夫ですと。どうして世界の食料の生産は上がっているのでしょうかこの問題の前に中国では食料の問題はあるでしょうかと。もちろんあります。一、問題として、例えばお米です。お米がなくて、トウモロコシ、 最悪、もろこしでも食べれます。芋を乾燥させて、長期保存してですね、蒸して、私はもう食べてきました。それでも生きてきましたから、命を影響するレベルではないんです。しかし、今の中国の社会は、昔の社会ではないんです。品質の高いお米の値段は高いです。例えば、日本のお米は、 中国ででもありますす。が高いです品質を落としてタイ、ベトナムのお米を選ぶならいいですね。なぜなら中国産のお米はまず足りませんからですね。これは日本の方には理解してくれないかなというふうに思います。日本ではお,お米をですね、輸出する余裕があるほどなんですね。足りています。つまり品質を落とせば 食べ物はあります。二、嘘をつく。収穫が減産、でも政府は増産ですと。三、国の倉庫の保存の量です。それも嘘をつく。戦争準備の物資として食料を保存しているのが、えー、実はですね、嘘です。もう空っぽですね。以前の動画で言いましたが、よく火事になります。データまで、えー、燃やされていました。 つまり中国の食料の問題はこれらの問題です。餓死する人はいないとは言えないんですが、昔1949年のように数千万人餓死するっていうのはないんです。なぜなら今の世界が昔と違いますからですね。グローバル的な貿易、グローバル的な経済の結果ですね。 以前多くの国は自分の食料を生産して自給自足できるようにと、えー、いうのは常識でした。つまりできるだけ自分で作って自分で食べる。できるだけ国際的なマーケットで買わないことですね。しかしどんどんみんな気づいてきました。これは効率が悪いですと。なぜなら一部の国が生産した食料は 多くて安いです。自分が生産をすると農民を補助しないといけないんです。とても合わないんですと。つまりこの20年、十数年ですが、アメリカが日本にもずっといていることですが、食料を生産する国は食料の生産の量がどんどん多くなってきています。一部の国は食料を生産しても たくさん食べれません。なら、国際的な市場で、えー、買えば、市場で買えばいいんですね。安いですし、自分の生産量をもうどうでもいいですと。つまり、一部の国は多くの食料を輸入します。自分で少しだけ生産します。一部の国は多く生産します。たくさん生産して売りたいですね。これが、あの、今の 状態ですが、食料を生産国の生産量はどんどん多くなってきています。そして国際的な市場で、えー、食料を買えば買うほどどんどん国際的な市場に頼ってしまいます。この中に中国も含まれています。アメリカは日本にいくらいてもですね、日本はやはり地球自分で地球自足ということで農業が大事。 というふうな考え方なんですね。これは私は非常に賛成なんです。なぜかと言いますと、食料の安全というのはとても大事です。中国では農民校の問題もあります。農民校は税関労働者ですね。都会で仕事を見つからないということで、田舎に帰ります。家に帰って農業をやります。都市にでも、 仕事がないっていとうことですね。仕事がなくても、えー、出費はしていきますので都会での生活のコストが高いです影響は大きいと思います社会が不安定になってくる可能性もあります中国のメディアでも外国のメディアでも中国の農村部の話農民の話はあまり報道されないんですねそして外国人は中国に行ったとしても やはり都会の方に行きます。中国の農業、えー、農村部に行かないですね、えー。行く機会もないでしょう。みんなに注目されることはないんです。実は中国の農民は一番かわいそうです。中国の食料の問題は想像以上に、えー、ひどいです。食料の、えー、値段が上がってきます。物価が 全体的に上がってきます。これが非常に、えー、大変なんです。例えば、食料、お米の値段が上がってくると、えー、お餅の値段も上がってきます。せんべいの値段も上がってきます。ビーフンの値段も上がってきます。えー、あとは何でしょうか。春雨も上がってくるでしょうね。大豆とかも使いますね。えー、そういったものも全て最後は えー、お米は例えば10%値段上がりました。最後は我々の消費者のところに来ましたら多分20%、30%上がってくるというふうに想像できます。実は影響は大きいです。これから、えーうん、難しいと思いますね。 で、それともう一つですね。食料は、やはり自給自足じゃなくても、やはり農業が第一というふうに思います。えー、なぜかと言いますと、えー、その食料が安全の一番ですけれども、やはり外国に頼ってしまうっていうのは良くないんですね。万が一何かがあると、牽制される可能性は ありますね。もし、えー、牽制されると、やはりその国の話を言うことですね。聞かないといかないですね。ただし、今のところはアメリカはそういった動きはないんです。えー、中国を叩きながら、 でも食料あるいは農業ですね農産物中国に買ってほしいです今の動きはこれですねこれからどうなるかは分かりません一番の問題はお金を出しても売ってくれない時ですねその時は大変ですあともう一つ食料は困りませんと言いながらそれは都会の一部の人間に対して困らないとは思いますでもたくさんの人間は あるいは、9億人、月収千円、一1万2三千3円、4五千5円の農民、あるいはその方たちですね。きっと影響は受けます。なぜでかと言いますと、経営生活のコストが上がりますから。で、そうすると、食事の制限、例えば、今までご飯、えー、2合、3合、炊いていましたが、これからは1合、2合、えー、だけ炊くようにするでしょう。 例えば今まで、えー、お肉はですね、豚肉、例えばですね、5 0 0ム1週間買っていましたが、では2 0 0ム、3 0 0ムだけにしましょうかと。やはりそうしないといけません。ちょっと食事の制限をやっていくっていう動きは、今はもう実に出ていますのでね、もう出ています。でもこれからはもっと、えー、普通にもっとひどく出てくると予測はできます。 これはあのしょうがないですね。中居が悪いですね。農民に対して厳しいからですね。農業に対して援助もしないですしね。支援もしないですね。これは中国の教育あるいは洗脳に関係します。で、それについてはですね、私も実際的に洗脳されていました。例えば、シェア、自転車ですね。 えー、そのシェア自転車っていうのはシェア経済といいますシェアのエコノミーといいますが例えば自分で物を、えー、所有するよりみんなでこの物を所有する。 という考え方なんですが、この発祥というのはアメリカの発祥なんですね。アメリカがいつか忘れましたがで、その方が日曜大工やるということで、ドリルを買いましたね。そのドリルを買って1週間に1回しか使いません。あるいは1回も使わない時もあります。もったいないということで、インターネットで自分のドリルを貸しますよと。それで、 ご近所の方ですね、仮に来られましたと。これが、えー、まあ、貸して、ちょっと利益のを得ましたと。これで、あの中国の共産党というかですね、中国の専門家もそうですが、こ,れをこの理念というか考え方を使って、 あの、正真正銘の社会主義ではないかと。なので、あの、我々のことですね。あの、これから、あの、IT、インターネットの、えー、共産主義になるというふうに言っていました、えー。つまりですね、あの、インターネットの共産主義になっていくと言いました。物を買うより、えー、みんなで所有するという意味ですね。例えば、シェア自転車ですね。 あの、自転車を買うより、道で、あの、自転車を借りるっていう意味ですね。その自転車をどこかに乗って、そのまま置いといて、鍵をかけて、それからスマホでスキャンして、あの、ロック解除して、また乗ります。で、その乗った時間によって、えー、料金を取られます、えー。そういったものですね。えー、レンタカーみたいな感じでしょうが、えー、まだ違いますが、実はですね、これは大きな落とし穴が、 あります。これは罠なんですよ、実は。もう最後は分かりました。えー、全国、みんな騙されました。えー、たこさんのお金を取られました。私だけではないんですが、私は投資してないんですが、ただ騙されていたんですね。私の周りに、その、そういった会社にお金を出して、えー、投資失敗というか、えー、いう方はいますので、えー、それは、これについてはですね、明日、えー、の、メンバー、 報道で、えー、のテーマにしたいと思います、えー。興味ある方はですね、メンバーの会員になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はここまでにします。ありがとうございました。